今回紹介するのは「ぐんぐんと部下が育つリーダーの55の成功習慣」という本です。これまで述べ15万人以上に教えてきた著者の研修講師体験をもとにリーダーとして部下指導に成功する習慣をまとめたのが本著。シンプルに55個にまとめられているのでこの55個の成功習慣の中からこれはいい。 と思うものを一つでも二つでも行動してみるとリーダーとして部下指導に成功できる第一歩が踏み出せる成功習慣を真似すれば部下指導に成功する世の中に人事制度や人事評価の本はたくさんありますし自分の成長のため自己啓発のための本もたくさんありますでもリーダー側から見た部下の育成についての本は ありそうででいて種類が少なくまたシンプルわかりりやすいいものがあままないように思えます。そんな中この本は「成功するリーダー失敗するリーダー」という切り口でリーダーが成功するためのコツをわかりやすく説明してくれます明日からすぐ使えるような内容ですので一人でも部下のいる方は読むと参考になると思います私も 5名ほどの部下がいるのですが改めてできていないところを実感しました。早速明日から取り入れたいと思います。以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。